全くもう絶望の果てに、おられる、そういう状況で、お会いしているということなんですね。で、本当にその人はこれだけ制度で追い詰められてしまうんだなと、これだけ体を悪くして、心も悪くしてしまうんだなというのを本当に痛感いたします。アイデンティティというのは、やっぱり今の仕事がある、ね、今の住まいがあるということですよね。それがあって今認められる自分がいるんだなということを確証を持てるということだと思うんですね。でそれこそその難民として今自分がこれまで過去に苦労してきたという流れがあって、でそういう苦労がありましたねということを認められるということ、これだけあなたは頑張って仕事を日本でやってきましたねということを認められるということが過去にもアイデンティティも出るということだと思うんですよ。それももうその入管の収容という時点で、先ほども話したように不法滞在という雑誌をたまたま資格を失っただけでですね、もうされてしまったらもう犯罪者扱いで全ても認められなくなって、で希望もないですよね。もう将来に希望も持てないですよね。その入管の収容だっていつそれが仮放免になるかもわからないし、難民がいつ認められるのかもっとわからないし、仮放免だとまた再収容されてしまうかもしれない。そういう不安緊張の中にずっといるんですよね。その不安緊張がものすごい強い中でいらっしゃるっていうことが、心血管系ですねを中心にもう本当にそのいろんなものを病ませてしまうんだなということを感じます。例えば糖尿病があっても、糖尿病の発症や悪化ってちょっと緊張が大きいっていうことがあるんですね。ものすごくこう数値が悪化してるんですよ。血圧もものすごく緊張状態なので、普通に座ってるのに頻脈なんですよね。ものすごい血圧高い状況なんですよ。もう常時の緊張状態ですよ。そういう状況に今置かれてしまうんだということです。で本当にその安心が持てるっていうのはやっぱりつながりがあってですよね。その不法滞在というふうに認められて、もう収容されてしまって仮放免という状況になって、職場のつながりもいろんな子今まで抱え持っていたつながりも失ってしまうということで、つながりがなくなってしまうということに基盤を失うということになりますよね。で本人が収容されてしまうということで、家族との関係だって離れてしまうわけで、その家族支援が離れてバラバラになってしまいますよね。もうそういう状況、本当に一人に追い詰められてしまって、もう自分のアイデンティティも失って、もう支えも失ってっていう、もうそういう状況、どん底の状況ですよね。でそれ本当にこう抑うつ的なものがもうものすごくこう押し寄せていく、憤りとともに抑うつがもう交互にもいろんな感情がもう内心でわーっともう嵐のように吹き荒れているわけですよね。それを外に出すこと もできないし、許されない状況にある。もうひたすらそれがもう内向するばっかりっていう状況ですよね。もうこれは本当にもう心身ともに病んでいきますよね。ということを本当に痛感しましたですね。ということで、もう本当に心から体がこれだけ具合が悪くなるかなっていうことを痛感しました。あと体からまた心も具合が悪くなるかなっていうのを痛感しましたのが、先ほど糖尿病のお話がありましたけれども、糖尿病がもともとはですね、ちゃんと通院をしてお薬を飲んでいれば安定していた方なんですよ。ところがもう入管に捕まってしまって、それで仮放免になってしまった時点で、もう保険もないですか、もう保険も作れないわけですよ。住所も失ってしまったから、もうそういう状況の中で医療にもかかれないんですよね。医療にもかかれない状況で、先ほどの緊張もありますけども、今も糖尿病というのは贅沢病ではないんですよね。社会疫学的にはもう誰でもなるし、どっちかっていうともう困窮者はもう炭水化物がエネルギー効率が高いんですね。炭水化物、はい、ジャンクフードとか安いものはみんな炭水化物なんですよ。でそれをみんな頑張って1日1食しか食べてないんですね。そういう状況だけども、食べるのが炭水化物だから、どんどん糖尿病が出してしまうと。だからもう本当に普通に当たり前にプライマリーケアが受けられていれば、もうそれまでは普通に安定して生活もできて、医療にもかかれて落ち着いて生活していた方がもう何も医療にもかかれないですから、もう糖尿病もものすごく悪化してしまいますし、ね、そうするともう糖尿病はいろんな合併症を生みますですね。腎臓も悪くなっちゃいますよね。
で、あの目も糖尿病性網膜症とか白内障とか緑内障とかになってしまうんですね。ということで、もう失明状況の、片方失明状況の方もいらっしゃるわけですよ。まだお若い方なので、でもう腎臓も悪くて、本当は透析も考えなければいけないような状況だけども、もう透析なんかどうって及びでもないですよね。ということで、もう私はもうこのまま死んでもいいんですと。ここで死んでしまったら帰っていいんですというような形でですね、さっき自殺をされたということがありましたけども、早く死ねないかなというふうに思っていらっしゃるっていう、そういう状況にまで追い詰められてしまうということですよね。もう本当にもう死になさいということだと思うんですよ、これは。本当に魂の殺人ということだと私は本当に拝見してですね、思いましたですね、これは。やっぱりその制度がここまでですね、追い詰めてしまうというのはどういうことなのかなということを本当に痛感しましてですね、さっきのお話じゃないんですけども、無料低額診療というような形で、医療が受けられる制度もあるんですけども、もういっぱいいっぱいなんですよ。でもどこももうお断りされているような状況なんですね。で、何か難病が見つかりますよね。難病が見つかると、そこで入管は慌てて仮放免にするんですよ。入管の中で死なれたら困るか。で、医療にかかるじゃないですか。でも、もう保険も使えないから、もう3倍ぐらい請求されてしまうんですよね。でも、そんな状況なわけですよ。だからもうお金がない人に3倍も請求するっていうんですよね。しかも保険もないわけですから、どうやって払えっていうんですかね、それは。もうそれこそまず死ねってことですよね。まあ、そこまで追い詰められてしまうっていう状況に、今、入管の収容されたり、仮放免に、たまたまですね、資格を失った状況の方ですね、さっきは橋さんがおっしゃいましたけど、非正規就労っていうね、今、非正規労働者も4割を超えている時代ですよ、日本ですね、もうたまたまその非正規の状況なんで、それが不法っていうふうな、烙印を押されたら、もうそれも犯罪者扱いで、そういうような状況になってしまうっていうことですよ。やっぱりもう、すべての人が、命の水準で、もう国籍に関わりなく、命が保たれるっていうことが、もうとにかく大事だと思うんですよね。命が保たれるってことは基本的人権ですよ。これは国籍に関わらない基本的人権なので、とにかく命を守るっていうことを前提に考えるような、そういう制度にしてほしいと思いますね。すべての人がやっぱり保険があって、医療にかかれますよというふうにしてほしい立場がある、就労がやっぱ保障されるべきですよね。就労ができない状況でどうやって生きていけるっていうんですか。しかも子供さんもいらっしゃる人もいるわけですよ。どうやって家族が生活できるっていうんでしょうかね。非常にその受け身に置かれてしまうんじゃないですか。支援者の立場で、支援者の支援でしか生きられない。人間の主体性を失うんですよね、これは。もう常に受け身の存在であるっていう。もうそんなに尊厳を奪うことはないと思うんですよね。でも多重に尊厳を奪われてしまうっていうのが、今その仮放免、入管の収容されていると仮放免の方が置かれている状況かなというふうに思います。で、ウィシュマさんの話ですね。ウィシュマさん の肺の CT を見て私も愕然としましたけどね、肺の炎症が、あ、先生もう短い間で先生長く話しすぎてしまいました、失礼いたしました。すみません、到着されます。今、小山弁護士が到着されたんですけども、ちょっとその前に、ちょっとね、僕はやっぱり守る立場があるので、写真とかをちょっと撮らないといただきたいということで、その海洋の当事者の方から、ちょっと一言。音声は大丈夫ですか？音声は平気です、はいはい、今日のこの音声首から下とかは大丈夫？首から下とか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 皆様、今日はこの場に来てくれて本当にありがとうございます。私、今18年になりますね。でそれで2013年からずっと仮放免の生活でいます。
今日はこの場に、阪神コネクトとか北関東記者先ほどの人たち の応援頑張ってくれているのことで私ここにいます。結構介護会社のことも皆さんもご存知と思いますが、結構厳しい生活です。まあ外に皆さんと一緒にいるんですけど、本当にまあ苦しいです。生活はできない。他の人にも助けるのこと手を伸ばしてあげたいだけどできない。現在自分自身ミャンマー人ですけど、ミャンマーの中ですごく大変な状況になっていて、手を伸ばしてあげたいけど何もできない。でもできること何ができる、活動してできるから声を上げて活動していってます。だから入管はね、なぜこの仮放免っていうの制度を作って出してるか、何を何で認めてこれないか、でいろんな支援者たちにね、いろいろ厳しく問題を起こしてくるんですよ。入管が我々に助けてもらっているのに、なんでこの人たちを助けるとか、早く返さればいいじゃないかとか、いろんな制度をまだ作ってくるし、で実際私入管に捕まっている時に、ウィシュマさんも亡くなったのニュースを聞いて、本当にその場で私倒れちゃったんですよ。一つはウィシュマさんの入管の中で亡くなったのこと、二つ目はミャンマーがクーデターになったのこと、私品川の11階の収容させていたんですよ。本当に心が震えて、もう今も震えてる。そのことを考えたら嫌なこといっぱいですよ。ありがとうございます。すみません。はい、じゃあ、続けてですね、今日入管問題調査会の代表のですね、弁護士の児玉さんが来られているので、まだね、国会の方にこの入管法の改定案についての中身は具体的に出されていないということなんですけども、児玉弁護士の方から、具体的に今回のね、入管法についてのその内容について、こう見ると、こういう問題があるということについて、自己程度で、本当に短いんですけども、その解説をいただければいいかなと思っています。よろしくお願いします。何かありますか？前ちょっと、はい、聞こえます。そこも来るけど。まあね。弁護士の羽田と申します。先生に質問します。今おっしゃられたように、入管法案、今僕のところでも先週でした朝日新聞の報道上のことは何も分かっておりません。骨格がそのままであろうということだったりとか、管理措置、収入がある管理措置については若干変えてくるみたいだということなんですが、それも本当かどうかも分かりませんので、2021年の案やになった法案とほぼ同じものが出てくるんだろうという前提でお話をします。10分ではちょっととても話しきれないので、もう本当にポイントになるだろうというところを申し上げますと、入管庁が一番狙っているのは送還停止法の例外を設けるというところに、尽きるんだろうと思います。2021年の法案で野党との修正協議を行って修正10項目というのができましたけれども、
そこでも絶対に譲らなかったのは、この送還停止の映画を作るというところです。難民申請書、もう皆さんご承知でしょうけど、現行の法律ですと、難民申請中の人については、法律上強制送還ができない、完全にストップすることになっています。入管はこれを、逆手にとってですね、チャーター便送還をするときに、被収容者に難民申請の審査請求、異議申し出がもう全部終わったということを告げて、その翌日にチャーター便で強制送還をしたというのが、本当に何十件もあるわけです。でそのうちの2件については、2021年1月に名古屋高裁で、2021年9月に東京高裁で、違法だという判決が出て、東京高裁では憲法違反という判決が出ています。そういう状態なのに、その送還をまたできるようにしようというふうに企んでいるわけですね。で彼らがなぜ そこをどうしてもやりたいかというのは、ちょっと入管の全ての難民事件が出るわけではないので、なんとも言えないんですが、入管当局としては、その難民申請を何回も何回も繰り返している人を、彼ら、入管当局としては乱用者だというふうに考えて、その人たちを何とかしたいという思いは、もう本当、何年も前から強く持っているはずです。ですから、彼らの眼目はもう心にあるというふうに考えて間違いないと思います。他のところを修正してきたとしても、この部分は絶対修正したり、落としたりはしてこないと。私は固く考えております。でもそれが本当に必要なものなのかどうなのか、妥当なのかどうなのかということについては、まずやることが先にあるだろうと思います。なんで複数回申請しなくてはいけないのかというところについて全然目を向けないで、複数回申請しているのはともかく難民者だと決めつけてやっている。そこが大きな問題です。難民認定が 1% ない 0.何% だということはもう皆さんご承知だと思います。諸外国では 50% 超えている、60% ぐらいになっている、15%、20%、程度の差、G7 各国でありますけれども、日本みたいに 1% 切っているところなんか一つもありません。恥ずかしいです。同じ制度に入っているのに、同じ条約に入っているのに、日本だけが 1% に満たない数しか、率しか保護しなくてよい。他のところは 50% 以上保護している。これは同じ条約に入っていることにならないです。ちゃんとしたその責任を果たしていることにはならない。まずは、じゃあ日本だけが1000人中999人がですね、乱用者が来るなんて、そんなバカなことはないじゃないですか。認定されたら日本で1億円もらえるんだったら乱用者来るでしょう。そんなことないです。認定されたって苦しいんです。それなのに、どうして日本だけ乱用者がそんなに来るかということを、いろんなところで入管の人にも聞いてますけど、ちゃんとしたことは一回も聞いたことはありません。それは普通に考えれば、日本の認定、本来認定すべき人を認定しないから、だからそんなパーセントが低くて、それでもその人たちは日本で繰り返して認定してもらうか、じゃなければ諦めて帰って殺されるか捕まるか、どっちかしか選べないんです。だから何回も繰り返すんです。難民認定の複数回申請を減らしたいんであれば、諸外国並みにするべきです。そうすれば複数回申請はガクッと減ります。ゼロとは言いませんが、激減するはずです。まずそれをすべきで、それをやった上でさらに乱用だというのであれば、その何らかの規制が必要かもしれませんが、まずやるべきことを、自分たちでやるべきことを何もやらないで、悪いのは申請を繰り返す人たちなんだ、そういう決めつけで、諸外国の圧倒的に少ない認定数でしかできない、そこを顧みないで、送還停止等の例外だけ作ろうとしている。そこが一番大きな問題だと思います。さらにこれ手続き的にもすごく大きな問題です。先ほど言ったチャーター便送還の東京高裁の判決は、難民申請が乱用かどうかも含めて司法審査の機会を保障しなくてはいけないというふうに東京高裁の判決は言いました。で今回 の3回目以降、あるいはその重大犯罪だったりとか、テロの疑いがある人とか、そういう人については、司法審査どころかですね、入管の中の審査が終わる前に強制送還できるという法律ですから、司法審査どころではないんです。東京高裁は、処分が出たその司法審査をする機会は保障しなさいと言ったにもかかわらず、東京、今回の法案は、司法審査の対象となる行政処分すらまだ出てない段階で強制送還してしまうということなわけですから、とんでもない逆行判決なんです。東京高裁の判決に対して、私たち、僕も代理人だったんですけど、原告側も上告しませんでした。国側も上告しませんでした。国側はこの判決に服したわけです。それなのに、それをさらに逆行させようという法案を出そうとしているというのは、とんでもないことだと思っています。さらに、難民認定、
相関テストの例外のところで、3年以上の懲役刑を、まあ、これは明確だったら分かると思いますが、テロの疑いがあるような人については、もう本当に1回目の申請から強制送還できるというふうに、送還停止をなくすというふうになっているんです。誰がテロの疑いがあるかというのは、条文に書いてないんですね。誰が認定するのか。法務大臣なのか、主任審査官なのか、入国警備官なのか、書いてありません。それについて本人たちの弁明の機会があるか、これも何もありません。何の手続き規定もない。どころか誰が判断するかということすら、条文には書いていない。もう全くのブラックボックスなんです。 そんないい加減な手続きってありません。 UNHCR も去年2021年に批判をしておりました。そういう重大なところを何らの手続き規定もないままに、1回目の司法審査の機会どころか行政審査の機会もなく返してしまうというのは非常に乱暴な手続きで、今 0. 何パーセントしか難民認定できない人たちがそういうところをきちんと認定できると私は到底は思えません。少なくですからこの情報が入っている限りは修正だの何だのということは全く問題にならず完全に潰すしかないと思っていますし、できると思っています。それは2年前に潰した皆さん力があって、私たち本当に力をつけました、自信をつけました。必ずできると思います。潰しましょう。以上です。ここからですね、ちょっと連帯事務ですね、ちょっと激流な発言ということですね、今日熊本さんが来られていて、僕は会いに行こうと言ったら一緒にですね、原発事故避難者の支援の団体をやっていてですね、その国内避難民がいると、その原発事故被害者についてもこの国連はですね、国連の総監督に守らない、避難者に対して逆に被告として住居の追い出しをかけてくる、そういう立場からですね、今日その熊本さんの方に来ていただいて、その今日ねちょっと話を聞いてもらった上で率直な思いと、その被害者の現状を含めて挨拶をいただけたらいいかなと思いますのでお願いします。熊本です。私は福島から避難しても12年なんですけれども、原発事故は全然就職をしていないのにもかかわらず、避難者たちは苦しい暮らしをしております。今裁判がいくつも行われておりますけれども、その2つの、住宅に関する裁判がありまして、そこでは国際人権法、国内避難民の指導原則というものは避難者の住まいの権利を保障していると、それなのにそれが全然考慮されないのはおかしいではないかという主張をしております。で、昨年の9月から10月にかけて国連人権委員会の特別報告者が国内避難民のリスターがどうなっているかという調査に来日をしました。で、その時にですね、尽力をしてくださった方の中に藤田早苗さんという方がいらっしゃるんですが、この方はイギリスのですね、SX 大学の人権センターのフェローです。で、非常に国連について詳しくって、その国連のその人権法をですね、国際人権法をどのようにこれ生かしていくかということについて、単なる研究者ではなくって、具体的な支援をたくさん行っております。で、私は今ちょうど日本に来ておりまして、1月に2回ほど、ズームですけれども、その話を聞きました。で、その時に一番最初にお話しされたことは、日本では人権というのが、人をですね、優しくする、人に優しくするということだけを人権と捉えているけれども、本当は国連の、人権高等弁務官の説明ですと、生まれてくる人間は全て、能力を生かすように政府が支援しなければいけないんだと。で、その支援をしてくれということを言う権利が人権なんだということを言っているんですね。で、私は原発事故というのはそもそもですね、つまりはどの本という先にですね、住民をの犠牲の上に成り立つ技術じゃないかというふうに考えておりまして、その意味ではですね、この入管法の問題と同じように人権というのが主なテーマになっていくというふうに思います。
動画に入っちゃったんですよ。国連の解釈ですと、人権とは思いやりじゃないと、つまりそれは戦い取るものだと、今までも戦い取ってきたと、っていうことだと思うんですね。で、私は今非常に支援、裁判を支援して、この間福島地裁で一つ判決が出ましたけれども、全く最近の福島県の言う通りにですね、判決が出まして、追い立てていいと、追い出せと、で損害金を払ってもらえと、そういう判決でした。でそれに今仮執行宣言がついておりますので、今高裁に控訴しましたけれども、福島県はいつでもその高裁の判決が出るまでは執行していいのだという判決なんですね。で私はやっぱりその入管がですね、このようにひどい人権侵害を起こしているということのその根底というのは、1960年代に入管当局の法務担当者が、煮て食おうが焼いて食おうが自由だという発言をしたというのがあるんですけれども、60年以上経ってもですね、日本の意識っていうのはそうじゃないかと思うんですね。でそうじゃないっていうことをですね、ぜひ皆様と一緒に力を合わせて人権を実現していくという戦いをですね、ぜひ一緒にしたいと思っております。どうぞ記者の皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。このところでですね、ペペ長谷川さんで出てるんですね、ダメレンの。で、ちょっとやっぱり調子悪くてですね、来れないんですね、僕らのって。で、ペペさんはですね、これダメレンって書かれてるの言っちゃっていいと思うんだけども、自分も非常に貧乏なんですよね。だけども、ずっとイランの仮放免の人にですね、自分の家にですね、呼んでですね、一緒に暮らしてくれたと。で、今日ですね、実はそのね、虫と一緒の生活なんかも含めて、どういうその生活を送って仲間になってきたのかって話をね、してもらおうと思ったんだけど、ちょっと今日残念です。それで、乗り越えネットもですね、共同大学で自分で来ちゃった。え？自分で。河原さんの方から、その乗り越えネットの立場がいろんな、ね、差別、排外主義と戦ってるんで、その立場がちょっと、ね、宗教で少ない一言がない。どうも、急遽指名されました。乗り越えネットに僕がやってます、川原と申します。乗り越えネットは2013年に、当時、新大久保市で盛んに受けられていたヘイトスピーチにこう少しでもなそうということで始まって作られた団体でして、当然ヘイトスピーチということですから、外国人を標的とした、数々のヘイトスピーチが、に対していろいろ抗議して行動してきた団体であります。ということで当然ながら、ネット上に吹き荒れ、現実的にこの間の日曜日にでも、新宿駅の東口にヘイトスピーチの1回戦を行う、団体が団体ということなんですね、2人か3人 の, 人間が、盛んに、何々人を変えるというようなことを繰り返すというような現状というのはまだまだ進んでいるということに関して言えば、なかなか活動をやめられないのかなというふうに思っております。でそういう意味では、入管法の改革ということに関して、今数々の具体的現場で取り組んでいらっしゃる方皆さんの発言にあるように、まるで、そこに人権が存在しないような取り扱い、をしているそういう事例というのは数々見られているわけです。でそういうところから、さらに改悪して、いろいろ問題点が今指摘されたかと思いますけれども、やる法案というのは絶対に許すことはできないというふうに私も思っています。引き続き私も連帯して、乗り越えネットとしても、頑張っていきたいと思いますので、どうか、この法案を開発する法案が、阻止して、本当に在住の人権を守られるような社会を作っていきたいなというふうに考えてますので、皆さん、共に頑張っていきましょう。
続けて、サッカー活動家の雨宮さんの方から、はい、はい、今日はありがとうございます。本当に今提出されるべきはこの入管法の、改正案ではなくて、本当にこの国に住む全ての人の、国籍を問わず全ての人の生存権を守るというような、法律こそが提出されるべきだと思います。私は特にこのコロナ禍の3年間で本当に困窮した外国の方たくさん会ってきました。体が悪い、体調悪い、病気がある、需要があるのに保険証もないし、お金もないし、言葉も通じないということで病院にかかれないという方もいましたし、クルド人の方の相談を川口でやった際にはもう虫歯がひどくて激痛だけれども、どこにもお金もないのでまず歯医者にも行けないという方もいましたし、あとやっぱりお玉食堂だとかそういう場所で、相談会に行っても本当に食品を欲しいという方が外国の方たくさんいますし、あとおむつだとか日用品があっという間になくなったりだとか、そういうところからもすごく困窮の度合いが見えるんですね。で11月にも外国人の生存権を求める議内集会がありまして、その時に、10代のパリ方面の女の子が、自分は周りの友達と違って生きる権利がないことを知りましたということを、お話しされていて、私はそれすごくその言葉を衝撃を受けました。ただ実際彼女の言う通り本当に、保険証もない、県外に行くのもいちいち許可が必要だし、学校を出て働けるかもわからない、福祉の対象にもならない、就職できなかったら強制送還されてしまう恐れまであるとなると、本当に彼女の言う通り生きる権利がないという状態になっているんですよね。で私が取材したクルド人の方は、看護学校に行って看護師を目指してましたけれども、高校生の時に在留資格が突然認められなくなって、家族は裁判を起こしたんですけれども、看護師になりたいと思って専門学校行こうと思うけれども、在留資格がないから、受け入れてくれない学校が、でなんとかそれでも受け入れてくれる学校を、探したで入ったけれども、日本人のように奨学金を借りることが、奨学金を受けることができない、で看護師を目指して頑張っているけれども、最後まで帰国っていう結果が出てしまったら、今勉強していることが全部水の泡になってしまうという、ものすごく宙ぶらりんの中で、だから彼女は本当にこのままで自分だけじゃなくて、親が難民申請中の子どもの人生がめちゃくちゃになってしまうので、せめて子どものことをもっとちゃんと考えてほしいと訴えていました。日本のその、パリ方面の場合、働くのはだけど福祉の対象外ってひどい制度ですけれども、他の国だとここまでひどい状況はないというのは聞いたことがあります。せめて働くことはできるというふうに聞きました。なので、この入管法ではなくて、制度権を守る法律の提出というのを、目指していきたいですし、今回のは何としても潰さなくてはいけないと思ってます。以上です。はい、じゃあですね、記者会の質問の前の最後ということでですね、これも急遽会場でお願いしたんですけども、今日この去年の、入管をね、取った時の、グラフがあるんですね。僕もちょっとこれ写真使ったんですけど、この絵を具体的に描いていただいた、今作家なんですよね。今、作家ですよね。作家のですね、金井真紀さんの方から、金井さんと一緒に今、難民移民フェスということでですね、今この間合計2回か、一緒にね、練馬とか川口のところで、僕らもそのずっとこの支援を続けていると、支援する側と支援される側が、ですね、いつの間にか支援者が上になっちゃうんですね。で僕らはやっぱり共に生きていると。でそういう意味で、このね、金井さんや、今日来られていないんですけども、一応連の高谷さんたちが中心になって、この難民移民フェスをやってですね、そのいろんなね、仲間たちがですね、いろいろ手作りの料理とかですね、そういうものを、やっぱりいろんな技を持ってるわけですね。そういうものを、僕ら自身のその支援者の人たちが一緒に入ることによって、そのいろんなね、活動をしながら応援していくという活動の中で、作家だってことを最近、僕は、知ったんですけども、そういう活動をしながらね、共に生きていくんだということを実践をやっぱりやっていくということですね。金井さんとこの間の活動をします。ちょっと一言、
その活動も含めて、今日の役割はこの声明の予言へと、そうですね、はい、それを最後にやってもらって、ちょっと先ほどの並木先生と話します。はじめまして、普段は文章とか絵を描く、で本を書く仕事をしています金井真紀と申します。今日はこのデモを出席させようと思って連れてきただけなのに、こんなところにお呼びいただきました。この猫の絵を2年近く前の入管法の動員の時に、私それまで本当に何も知らなかったので、皆さんもここにいらっしゃる中の一番最高位にいると思うんですけど、何も知らなくて一人で出動員に行くのがビビって怖かったので、せめてこれを書いていこうと思って書いて持ってきて、廃案になったのでもうよかったと思って、このプラカードももうこうやってごめんだなと思ったら、まさかまたこういうふうに猫を連れてくることになると思いませんでした。で、その時に知り合った難民の友達ができて、取材させてもらって本を書いたりしたようなご縁から、支援者っていうのはもうっていうような感じじゃなくて、ただ友達になったっていうことなんですけれども、そこからその人たちみんながその人生の持ち時間が限られているのに無理に過ごさなければいけないっていうことが、今さんざん経済的な問題皆さんおっしゃってくださったんですけども、経済的なこともあるんだけども、その時間を無駄にしなきゃいけないっていうことを本当舐めてるなと思って、せめてその得意なこととか好きなことを一緒にできる時間があるといいなというようなことで、皆さん先輩たちのいろいろ教えてもらいながら、難民移民フェスっていう面白がろうというようなことで、面白がって抵抗してやろうというような気持ちで、皆さんのおかげでそういうことを一緒にやってます。はい、あれだね、お前のさんじゃない高円寺で、北中洋二っていうですね、ナイトマーケットがそこにも出てるし、なんとかバーという一日店長とかですね、そういうような取り組みをやっていて、これを今、難民雑技なんですか、はい、勝手に僕は作ってるんですけども、ハインコネット君が12月30日、1月3日に行った年末年始の移動相談会も、実はその当事者たちがチャイルで提供したりとか、ミャンマーのふりかけのおにぎり作ったりとか、そういう形で今、ね、一緒に作っていくという活動が展開されているので、それで不足しています、はい、じゃあ、読み上げましょう。はい、では読み上げます。読めない漢字があったら出産します。内閣総理大臣が読むんですか、はい、内閣総理大臣岸田文雄の入管法改定案再提出に強く反対します。生存権に国境はありません。私たちは生活困窮を経験している人たちの生存権行使を支援する市民団体です。この度、2021年に廃案になった入管法改定案がほぼ同じ内容で通常国会に提出されるとの報道がありました。私たちはこの法案再提出に強く反対します。法案は長期収容問題の解決を目的に掲げながら、その方法案もから送還被疑者の速やかな退去です。私たちが支援する人たちの中には送還被疑者が多く存在します。難民申請者、あるいは日本に生活の基盤があるがゆえに中心国に帰ることができず、仮放免許可を得て地域社会で生活する人たちです。日本で生まれ育ち、日本の公立学校で教育を受け、すでに成人の年齢を超えた人も少なくありません。コロナ禍で生活困窮者が急増した際に、私たちは国籍や在留資格を取ることなく支援してきました。生存権は基本的人権です。人間であるという事実のみに基づく権利ですから当然です。ところが外国人に関しては、人間であるだけではダメで、生存権が入管法に従属していると知り驚愕しました。特に仮放免の外国人は就労を禁止されており、公的支援からも排除されています。当然の秘訣として、その日食べるものにもことかくだけでなく、住宅を失う人が急増しています。国民健康保険に加入できないため、医療費が払えず病院に行くこともできず、命の危険にさらされている人たちが数多くいます。何らかの個人に起因する理由で生存権が行使できないのではありません。そもそも行使すべき権利そのものが国家の悪意によって否定されているのです。
民主主義国家が特定の人たちに対して故意に生存権を否定するという事実はにわかには信じがたく、私たちは何度も仮放免の外国人に公的支援の利用を認めるよう政府に訴えてきました。しかし現行法では無理とことごとく退けられてきました。外国人の人権は在留資格の範囲内にしか認められないというならば、民主主義国家として普遍的人権を保障するためには在留資格を認める以外に解決策はありません。民間による管理制度化で無権利のまま地域社会で生活することは何の問題の解決にもなりません。その上、改定案は帰国できない理由があるからこそ、生きるためにこそ送還忌避する人たちに在留資格を認めるどころか、送還忌避を罪に問うことまで盛り込んでいます。必死に生きようとすることは罪ではありません。私たちはこれからも送還忌避者を支援し続けます。そして入管法改定案を再提出するのではなく、送還忌避者に在留資格を認めることを強く求めます。2023年1月26日はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあですね、ここからですね、記者の方から、報道の方から質問とかありましたらお願いします。挙手をお願いします。はい、じゃあ、社名に行きます。品川市民の方、はい、この後はどのようなことが起こるか。これ自身はその入管法を、その停止させないということのためのアクションになっています。で、入管法が、停止されてですね、その国会審議に入るという形になったとしたらですね、別途ちょっとその行動について組み立てをしなきゃいけないと。で、そのもう一昨年のね、その国会の議員会館前の執行員とかですね、そういうその活動とのやっぱ連帯をですね、僕らの役割としてはこの関係団体に呼びかけをして共同行動を取るような提案をしたいと思っています。そういう人はの運動に立ち上がらざるを得ないなというふうには思っています。で、今日もあの原発避難者の久保さんから出てますけども、いろんなその団体に呼びかけをして、そういえば総合の意味でね、行っていきたい、そういう動きを、ね、作っていきたいなというふうに考えています。あくまで入管を出させて、いや、そこで、ね、国会に出してはいけない、そのところは今そのいろんな支援団体と今一致をして、今そこが一番ね勝負どころだという認識で来ています。はい、はい、じゃあ、はい、はありがとうございます。毎週の和田と申します。21年の法案が廃案になったときは、特に世論の盛り上がりの中核の一つが、若い人たちの声とか、直接行動に参加だったと思うんですが、今回、昨日、若者たちによる署名のスタートとか、それから執刀員のスタートなんかの発表がありましたけれども、こちらのグループとしてその若い人たちにどうリーチアウトしていくかとか、どうこう参加を求めていくかということですね。何か具体的な考えを教えてください。これは特別何か意識しているわけじゃなくて一緒にやる方向ですね。それで今その範囲のところもある仮放免高校生奨学金プロジェクトというものをやってますので、急速にですね、学生たちとのつながりができています。で、当然、入管が出てきた場合については、その一緒にやろうということをね、作っていけると思っています。一緒にやりたいと思ってます。はい、前からフリーのジャーナリストの西中と申します。ちょっと私も入管問題も30年近くずっと関わって足抜けしようにもできないみたいな状況で、で、この20年間は特に法務大臣の世界圏とかでは、やっぱり入管難民問題をずっと質問を続けております。で、仮放免の問題も、権利の問題、在留特別許可の問題、もう本当に口を突っ張ることを、きちん
質問してきましたが、全くその、法務省自ら、変わろうという気配は全くない。で、前回の、この入管法の廃案についても、確かに市民運動盛り上がったんですが、聞いてその立憲民主党がどういう立場かっていうのは、最初、難民問題を考える人口高いとかありましたけど、なかなか動かなかった、変わらなかった。それで最終的にはウィシュマさんのやっぱり死亡事件のことがいい、重化報告があまりに広がったということで、法務委員会の方で、こんなんで入管法を審議できるかという形になって、ストップしたという経緯もあります。なかなかこの入管法の問題、やっぱり流れがあって、なかなか市民運動盛り上がればそれで止まるというのは結構厳しいのかなと思っております。それで、やはり今回いろんなところで、範囲の東京が医療相談とか、いろんな地元地域のこう機関とですね、一緒になりながらいろんな取り組みをやって、これは蓄積もあると思うんですけれども、どうなんですかね、で、川口なんかですと、2年前に奥の木川口市長がですね、上川法務大臣に対して、これご自民党の議員を通じてでしたけれども、なんとかその仕事できるようにしてくれとか、医療機関を管理してくれと言って、要請したことがありました。やはり皆さん、地元に住んでるんですから、もっと地方自治体から、声を上げていく、住民の権利を守ってくれ、市長なんかが動いてくれば一番いいと思うんですが、市長の声とか、知事とかですね、そういうふうな、やっぱり地域の問題としてのやっぱり働きかけっていうのは非常に必要だと思うんですけど、あるいはその医療機関ですとか、お子さんですとか、大学会をということで、大学機関ですとか、そういった広がりみたいなもの、ただ国会前で座り込みするだけは全てではないと思いますので、そういったその他の機関とのつながりを、管理コネクトもあるし、医療連とかもあるし、いろんなグループがあると思うんですけど、そういうところともつながって、なんかやっていくみたいなことは、ぜひやっていただきたいのですが、ちょっと考えてください。じゃあ最初の地域の部分で言うと、4月にちょっと統一地方選があるのでね、非常に微妙なんですけども、範囲コネクトワークのネットワークの中に、自治体議員の会があるんですね。で、100名以上、名義数上では登録してあるので、ちょっとこの選挙ね、統一地方選挙が、ちょっと終わらないとしょうがないなと思ってるんですけども、そこで具体的にちょっと流れを作っていこうという話はもうしています。で例えば、看護師の話とか、僕は練馬ですけども、一部ね、その仮訪問の人たちに対して、仮壁住宅を一部提供するというね、その独自の動きもあるんですね。でそういう意味で言うと、その地域のところでどういうその具体的に取り組みをしていくのかということを組み合わせしながら、やる必要についての重要な認識をしています。だからそういう意味で言うと、自治体議員が、その国会や市議会のところで、その現状どうなっているのかと。そういう問題も含めて、やっぱりその質問したりとかですね、その提案すれば力をね、みんなでつけていこうという話に、当然4月以降はなるだろうというふうに思っています。ちょっと全体的な話。今、瀬戸の方から僕の話として話をしたんですけど、普段の病院の動向ですとか、結果でその区役所、市役所、自治体のいろんな公的支援を求めるということで、当事者の方がいてもなかなか話が通じないというのは、よく生活保護の動向ではあるんですけど、そういう形で私も一緒に行ってるんですね。でそういうところで感じることとしては、例えば今、川口市長のケースを挙げられましたけど、その同じ川口市が、窓口の、障害者保護の窓口で、余計もフロノの対応されたという経験を最近しています。でそういうようにですね、必ずしもなかなかちょっと上の方の話とした現場の話が通じないということもありますので、私はこの団体の中ではそういう現場の話、下の方から動向を積み上げていくということを今、元気やってるんですけど、ただ、そのやるにつけても、やっぱりそれの各地の協力者の方、やっぱり、一番その当事者の身近にある方の地域の支援というのはとても大事で、それは自治体議員の方もいらっしゃると思いますし、日頃は隣近所のお友達というところから始まってもいいんですけど、やっぱりその待ってる方を日頃ね、見てる方がいらっしゃると思うんで、そういう方と一緒に協力をして一緒に声を上げるということも大事だと思うんで、それもやっていきたい。ただ、なおかつ、ただ今日この場で言うと、法案の話なので、
そういういろんなやり方がある中で、やっぱり国のあり方として、まあ、法律を議論するときに、やっぱりこれではおかしいだろうっていうところを、まあ、我々は今日は声を上げる場であるので、そういうことも訴える、そういう下からの積み上げもやるということでは、いろんな方法で、これからもやっていきたいと思います。今ですね、ちょっとだけですね。やっぱり統一地方選挙で、やっぱりその候補者とかですね、それは議員中心に、候補者を中心に動いた方がいいと思うんですけど、やっぱり全国でやっぱりそういう声を上げてもらう。で、全国の弁護士会なんかも、前回46弁護士会が反対声明出しました、前回の法案の時は。まあ、そういうことは弁護士の方に、まあ、いろいろ話はしてるんですけれども、だからそういったところともつながりながら、やっぱり全国的にこの反日本の問題、居住権の問題とか、その対応名者の問題とかですね、こういうのが必要になるんだということをぜひ、ちょっと働きかけてもらうように、連携しながら働きかけてもらいたいと思いますので、すみません、これ、要求要望なんていうのをお願いします。とにかくその議員さんと自治体議員さんの人、勉強会とかですね、その地方、多分地方の自治体の議会のところでほとんど話題になってないと思います。だからその自分 の, その地域、自治体のところで、そういう金融状態の場合というときが、例えば何人いるのかとかですね、そういう問題も、やっぱりしっかりと調べたりとか、そのことをやらないといけないと思います。これは、原発避難者もね、そうで、自分の町に何人いるんですか、どういう状態なんですかということをまず知らないと。そこからですよ。じゃあ、岡田さん。じゃあ、はい、お願いします。はい。ありがとうございます。共同通信の編集員の原です。今日法案の話で、まあ、この法案はいつから今にもさらになったんだという話が分かります。で、ただ、その法案に反対するだけではですね、じゃあ現行制度ではどうすればいいのかっていうところですね。政令の中には、やはり資格を認められない解決策がありませんっていうところになりますけれども、やはり、現状解放権の人たちをどうするかということを現行制度上でやるとすれば、どこにつけようかというふうにお考えなのでしょうか。ありがとうございます。大田です。そうですね、いろんなやり方があるとは思うんですけれども、昨年2022年の11月に国連から自由権規約で生活条件が出て、そこで仮放免者の状況を懸念しています。で、2つのことは、1つは適切な支援をしなさい、もう1つは収入を得る何かしらの活動を認めなさいという言い方ですね。で、この2つをこう何かしらの形でやっていく必要があるかなと思っています。で、就労について言えば、例えば、在留資格を付与する中で、就労高等定活動が何のように分かりませんけれども、やりようはいろいろあると思いますけど、それで、就労資格を認めてしっかり、就労できるようにしていくっていうのが、あると思います。あと、それ以外にも就労できるいろんな形があると思います。と同時に、医療についてはですね、今いろんな医療の仕組みがありますけれども、介護面の人は使えないっていうことが、あるので、それを介護面の人につなげて膨らまして応対をしていく、具体的に言うと、医療定額診療事業で介護の人たちがたくさん消えているので、そこに対する助成金を出すとか、あとは未払い補填事業というのが全国各地で、いくつかの自治体であって、それを、サポートする、あるいは国で未払い補填事業をしっかり作っていくっていうことです。あとは介護者には入管の規則の中で、入管収容者には今、福島さんが出てきているので、それをしっかり徹底して、こういった形で、一つ一つとしていろんなことができるんだと思っています。それ以外にもいろいろと、例えば、生活保護、住民としての民が認めていくとか、多くの適用が増えられるとか、細かいことがいろいろあるんですけれども、民主でもできることがあると、考えています。ただこれは現場レベルでワーカーさんと話し合っていきながら、こうボトムアップでこうどん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 やっていかなくてはいけないという流れだと思っています。以上です。はい、
簡単な質問なんですけどね、カリフォルニアの外国人の数なんですけども、あのネット見てると2021年のデータで4000人ぐらいになって、大体そんなもんなんで、まあ、今まで2023だけど、大体ざっくり言って4000人ぐらいです。6000人ぐらいだったかな。それで、その中でこの送還被疑者っていうふうな言い方がありますけど、これはどのぐらいの数になるんですか。ざっくりした感じです。大体っていうか、中川さんぐらいちょっと、この最後まで調べます。最後の時間。あ、そうですね。90% は帰国してるという。90% 以上は、帰国してるんだけど、送還したって作りになってるとは分かるんで、インパクトでは2つ目で、メールに応じてるという。あ、分かりました。すみません。はい、ざっくりさせてください。はい、じゃあ、はい、じゃあ、石山真理さん。石山真理と申します。ありがとうございます。先ほどのそのお話で、統一地方選との関係で、まあ、ちょっと私の主張を言う場ではないかもしれませんが、政治がね、と国なりにしても、統一教会、地方にそうですけれども、こうした外国人の方の人権に関わる問題を、政治が後回しにしていたからこそ、今、こういう状態になっていると思うんですよね。だからこそ、統一地方選の場でも取り上げてもらうような方向で、自治体議員にも働きかけた方がいいのではないかと、私は思ったんです。それで、その取り上げてもらうということとですね、例えば、自治体単位で、その経営、その公営団地についての、その入居をね、入居を認めさせるとかですね、そういうことって具体的にできるわけですね。で、先ほどね、そのイメージがあると。で、僕自身も、もう有名ですけども、兵庫の尼崎の、市営団地の、目的外使用のところで、多くのその外国の方たちが NPO を介して、NPO はその市営住宅を借りて、で、その居場所の拠点なども含めてやるね、そういうような、その政治に対して働きかけするのと、自分たちがその市民の中で住民自治としてできることはいくらでもあるということも、やっぱり実践事例がいくつかね。あるので、そういうことも含めて、ちゃんとその実態議員と話しておいて、その足腰をやっぱり突きつけなきゃいけないんで、その政策提案とかでね、そういうことをちょっと準備していきたい。具体的にこうやればできるってことはちゃんとね、言わないと、自治体や地方の政治が動かないってことですけど、そんな部分について、かけていきたいんです。非常に大きな動きだと思います。83段階分の、はい、89です。あのデータもあるんだけども、6段階出たわけだから、そこはどこを見れば、その全てのデータが出るのか。今日は。どこの管理のホームページなんですか。出しますか。今日中にやります。あ、分かりました。僕、今日支援中に、分かりました。発表したものは欲しいんです。はいはいはい。坂口さん、できるよな。89って直せる。はい。だから、全部段階に出てますね。そう。はい、興味広がります。わかりました。読みます。はい、これ、はい、皆さん。ユープラの庭です。今いろんなお話伺ってて、ちょっと気になったんですが、今までに強制であれ、自主的であれですね、帰国した人たちが、帰国した結果どのようになったかっていうのは何か調査したデータとかあるんでしょうか。あるとすれば、まあ、投獄されたとかですね、そういったものが分かれば教えていただきたいんですが。ご質問ありがとうございます。帰国支援をした方がいます。つい最近ですね、本人は帰りたいと言ったんだけれども、その体の状況とか経済的な状況で、飛行機のチケットを買えなくて帰れなかった。でその方は、
間を帰れっていうわけですけれども、まあ、帰ったら何もサポートしてくれなかったので、結局支援団体がまあいろいろ手はずをして、で国連 の, IOM っていう機関がありますけれども、IOM がですね、国に、サポートしてくれてですね、本国に戻って、医療を受けられたり、職業リハビリテーションを受けられたり、まあ、そういうことをして、帰って、まあ、安全確保された形で、帰っていったという形になります。ただまあその一方で強制的にまあ買い出されて、でそのまんま安否不明になってしまったという、私は直接関わってないですけれども、支援者の人からそういったことは聞いています。で、まあ、私が言いたいのは本人が買いたいっていう人もやっぱりいるわけですよね。でただ買いたいって言っても返す術もないし、返してその人が亡くなってしまうということもあるので、適切な帰国支援が必要と入れって言うならですね、でもそれが今何も日本ではないっていう、そういった状況は問題だと思ってます。ちょっとそこなかったで、私も、ここで2年ほど支援してますけど、そのうちに、やっぱり難民の方は帰れないので、まずそれは大前提です。難民でない方で、帰りたいというお希望で、帰るのを、お手伝いした方が、今合計3名で、今4人目の支援をしているところです。その方はまだ帰れてないんですけど、で、まあ、3名の方はもちろん帰った後に、ご家族と、再会をして、お家に過ごされているというのを確認しているんですが、じゃあその費用誰出すんですかという話なんですね。だから、仮放免中だったらどうやったらお金稼ぐんですか、帰国費用だって稼げないじゃないですかって話で、1名は、被送官なので、まあ、これは、まあ、入管通じて、まあ、帰国費用出たんですけど、それ以外は支援者、ご家族、なんとかするしかないんですよ、あるいは我々の民間 でそういう状態で、帰れなさいって言われたって帰れないんで、我々手続きで入管どこで、東京入管も私も今年まだ1つ経ってませんけど、この間、もう3回か4回ぐらい行ってるんですけど、そういうところでもやっぱり帰りなさいと言われてる人がいるんですよね。でもチケットを自分で買って帰ってくださいと言われてるんですけど、帰れないわけですよね。そういう事情があるということで、やっぱり、理解しなきゃいけないなということと、あと調査の質問だったんですが、これ非常に難しくて、例えばトルコ国籍のクルド人の方っていうのは、日本の中では難民認定、まあ、裁判やって1名もらえられましたけど、元の認められてないと、そういう状態にある中で、じゃあ彼らどうなってるかというと、まあ、一定数帰った方がいらっしゃるんですが、帰った後にそこで、空港で待ち構えていて、警察に捕まったとか、暴行を受けたという、個別にいくつかそういうのが確認されているケースもございます。あとさらにちょっと立ちが悪いんですけど、その入管がトルコ政府と協力をして、帰った後に、どうなってるかっていう調査をしたという、それって正当なのかっていうことで、だから日本の入管がいわゆるその母国における迫害に加担したと、取られかねない行動を取っているって、そういうこともありますので、調査をすること自体のその、ですか、その非常に微妙な大変なところもあるんですが、そういうことを含めて、その実情があるということを話します。今ちょっと触れられてなかったけど、その国費送金、大沢さんが国費送金の話をしていたんだけど、児玉先生が、YouTube でかなり詳しく触れてますけども、国費送金の数を減らしてチャーター便にいるその送金を増やすと。でチャーター便に送還というのは、具体的にその具体的に飛行機の中にそういうメンバー、その入管便のメンバーを持っていてですね、そこでそのままその国に帰って引き渡すと、そういうようなその監視官の中でやっぱりその送還がやっぱ切れているということが、具体的に今回 その法案の中身 と連携して連動してね、深くこの中身について見ておいた方がいいと。でちょっと、今この送還のところで当社の彼が、ちょっと事例について、ね、若干ありますので、お願いします。またカメラに入れてください。私指定の総会の情報を言ったら、私自身2019年に入管に収容されて、2020年に一緒に入管の中で生活したのミャンマー人の一人が帰らせてもらった、
帰らせて させてもらった入管が、それで彼が帰る前も、なんていうのよ、体がすごく声がゆっくり、あと入管の薬が安定剤、なんだっけ、喉薬、睡眠薬とかを毎日毎日結構いっぱい飲まないといけない状態になっているのを彼が返したんですよ。で、今彼がクーデターの後にいなくなりました。で、もう一人は、クーデターの前、今言ったの人はクーデター前、直前に返してもらったのと、で、もう一人は2年前に返してもらって、無理やりですよ、彼は。それで、ミャンマーに帰って、すごく苦しんでたから、日本まで助けを求めてきて、日本の、一般人の支援者の人は、ずっと彼のこと、彼と彼の弟のことを支援してもらって、2021年の8月頃に、彼がすごくもう、まあ、今見たら私の体みたいな感じの人は、すごく細くなって死んでしまったです。帰って何もできない。隠れて生活しないといけない。なぜかというと、もともと我々は、この軍人政府を反対されて民主化をやっていた。帰る場所ない。帰るところないのの人を、なんで無理やりに。帰る前にね、あなたたち、じゃあ私たちが国に、その国に帰らせたら、どういう保証しますかって、私自身も聞いたことがあります。本当にひどいです。ありがとうございます。はい、じゃあ、もう最後、もう言わせでしょうか、質問は。はい。じゃあ、今日 その記者会見のまとめですね、ハイヒットネットワークの委員長で、弁護士の内田さんの方から、今日のまとめね。皆さん、どうも長時間ありがとうございました。いろいろ、ハイヒット方面の外国人の支援活動をしている現場の話で、いかにハイヒット方面の外国人の方が、人間として扱われてないかということがお分かりになったんじゃないかと思います。私もこの間のこういう支援活動の中で、先ほど瀬戸さんとあとおじさん の, 事件の事案ですかね、外国人の方が公園で無宿してたら何者かに襲撃されて重傷を負って、救急車で病院で運ばれたんだけど、ところがその外国人が仮放免の外国人で治療が分かった病院がですね、病院の車でまた路上生活をしていた公園に放置をしてきた。それを聞いて、まあ、愕然としたし、こういうことがあるのは絶対にもう許せない。これは真っ当なですね、民主主義社会なのかと思いました。医師も本来は人の命を助ける立場にあるんですけど、その医師がそういう行動ができない社会というのはどんな社会なんだろうということで、強く憤りを、感じています。外国人の人権がどのくらい、保障されているかというのは、やっぱり日本の人権水準を、測るバロメーターだと思うんですね。今度 の, ロシアのウクライナ侵攻で、よく今の政権岸田さんをはじめとしてですね、自由人権民主主義、こういう価値観を同じくする国が連帯をしてウクライナを支援する、ロシアの侵略を中断すると言ってますけど、まさに価値観を言葉はずらは言ってますけど、その人権は、全く守られてない社会なんじゃないかというふうに、
それからこの間ウクライナの、ロシアのウクライナの侵略戦争でこれまで2000人を超えるウクライナ避難民が日本に来てるんですかね。こういうウクライナ避難民に関しては短期滞在をまず認めて、そして求人期間過ぎたら特定活動を認めて仕事も認める、そして政府としては生活費の保障とか医療の支援なんかもやってるし、地方自治体によっては、居住支援もやってますよね。当初東京都は、小池知事が100戸ぐらいの都営住宅を用意するとか言ってましたけど、こういう取り扱いはですね、他の外国人に対してもすべきではないですかね。同じように外国人の中ですでに差別を設けている。先ほどのミャンマーの方はですね、今軍事政権下だから返されたらそれこそ逮捕されて殺される可能性がありますよね。まあ、なぜ難民として認めないのかもおかしいですけど、仮にそうじゃないにしても、なぜウクライナの避難民と同じような対応ができないのか大変疑問に思っています。それからこれ大沢さん、スクロールハンドの大沢さんも触れられましたけど、昨年の11月の3日にですね、国際人権、自由権規約委員会が日本政府に対してですね、審査をして総括所見を発表して、その中でさまざまな勧告をしてるんですね。でその中で仮放免中の、外国人に対しては必要な支援を行うべきだと、就労活動の機会を確立すべきだと、それから、まあ、今回の入管法の絡みでは収容期間の上限を導入すべきだ、こういう勧告をしているんですけど、通常ですね、こういう国際人権委員会の勧告って大変重いものがあると思うんですけど、全然政府はこれを守ろうとしてないですね。本来こういう人権条約とか国際的な規約等はですね、憲法の98条2項で遵守する責任があるはずなのに何も守ってないということは、大変問題だと思っております。で、先ほどからまず仕事を認めるべきですね。仕事を禁止するなら最低限の生活保障をすべきです。これは先進国として当然やるべきことで、先ほど戸玉さんなんかイギリスに行って調べてますけど、そういうことは当然イギリスもやってるわけですね。これが同じ価値観を共有する国っていう言葉でですね、騙されては、ダメだと思いますね。それでまず今回の法案というのは現行法をさらに悪くするだけで、これが通った場合に今の仮放免の外国人の生活状態、生きる権利、人権状態が改善されるわけでは全くないですね。まあ、いずれにしてもこれは断固提案を阻止する、成立を阻止しなきゃいけないんですけど、やはり改善をするためには、改善するための本来制度が出さなきゃいけないのは入管法を、本当の意味で改善するですね、例えば仮放免の外国人に対して一定の仕事を認めるような在留資格を与えるとか、医療も受けられるようにするとか、場合によればですね、生活保護の権利や利用する権利を認めるとか、そういう改善、制度的な改善こそですね、今提案すべきなんじゃないかと思いますけど、残念ながら外国人の問題に対する日本社会の、これは政治家もそうですし、日本社会の認識がそこまでいってないですね。だから先ほど統一地方選で取り上げるというのは非常に重要なんですけど、外国人の方は参政権がないんですね。だから政治家はそういうことじゃなくて、票が取れるときに極端には統一教会なんかも利用するような根幹の質の悪い政治家が揃ってますから、そういう政治家は全部落とさなきゃいけないんですけど、こういう人権が尊重されるような社会にするっていうことをどうするかっていうのは、かなり長期的な粘り強い運動が必要だと思います。よく多文化共生社会ってどの知事も言ってるし、どの国会議員も政府も言ってますけど、それが枕言葉になっちゃってるんですね。多文化共生、こういうところをですね、私たち市民がもっと認識を改めて、すぐ隣にいるですね、労働力として
日本に来たんじゃなくて生きた人間として来てる、そういう人と、交流をする、そしてその人たちの人権を認める、そういう社会に、ならないと、まっとうな人権が保障する社会にならないんじゃないかと思います。それで、あのこういう状況を変えるのは保護制度の改革が必要なんで、そのためには今日のきっかけで89団体ですか集まったのは素晴らしいことだし、それからあとはあの入管法改正に改悪に反対する他のグループもありますし、それから日弁連もこういう意見書を出してみんな集会やってますからね、やっぱり全国的な運動というのが絶対必要だと思いますね。今の政府を動かす、でそのために場合によれば自治体決議とか自治体議員の、応援とかですね、そういうことは相当大きな運動が必要になっているんじゃないかと思います。で今日こういうことでやったのはきっかけにですね、むしろ改革阻止だけじゃなくて改善するための運動につながることを私個人としては期待していますし、また日頃から通いの外国人の皆さんと支援活動をやられている方は一番強く思っているんじゃないかと思います。引き続きこの問題を、早貧困ネットワークをはじめとして今日の89団体ですね、連帯して取り組んでいきたいと思っておりますので、メディアの皆さんのご理解とご協力をお願いします。今日はどうもありがとうございました。ごめんなさい。ですね、1点だけなんですが、ちょっと確かに不動産政権もないとは何なんですが、やっぱり隣の人、それから自分の学校とか職場とかで働いている人、少し高齢化の中で外国人もどんどん来ていただきたいという実際もいっぱいあると思うので、その辺のことをやっぱり強調した方がいいんじゃないかということを言って、それから日米連実は大学の許可に関しては、意見書は2010年以降、10年以上出してないんです。ですから、大学の許可だから日米連でまとめたら大変なのかもしれないですが、はい、じゃあ、お疲れ様でした。また引き続き交渉の方よろしくお願いします。お疲れ様でした。